ミの山だ。天地戦争時代に天上軍が廃棄物の投棄場所にしていたところさ。本当なら通りたくはないんだけど、カルビオラへ抜ける道はここしかないんだよ。おいおい、こんなゴミ山を通るのかよ。リアラ、具合悪そうだね。大丈夫？大丈夫。それにしてもひどい匂いね。毒性のガスも漂ってるからね。ほんと長居はしたくない場所さ。ほんとよくこれだけのゴミが出たよね。天上軍というよりも天上人がいかに豪勢な生活をしていたかという証拠だな。使えなくなったら捨ててしまえばいいという考えだったんだろう。しかも空から落とせばそれでおしまいって思ってやがるから、ホイホイ捨てるってわけか。おい、なんとかしろよナナリ。お前のご先祖様たちなんだろう、これ捨てたの。そういう文句は本人たちに言っとくれよ。なんなら今度は過去に行って直接文句言ってきたらどうだい。おいおい、勘弁してくれ。時間旅行は一回やれば十分だよ。ああ、なんかいい匂いがするな。頭がフラフラしてなんかこう、すげえいい気分。このバカ、毒ガスを吸ったね。ここはただのゴミ捨て場じゃないんだから、気をつけなよ。このトラッシュマウンテンを抜ければ、カルビオラまでは目と鼻の先だよ。毒ガスに気をつけて進むんだよ。これが聖地カルビオラ。ずいぶん変な形してるね。ドーム状の建物とはな。さすがに10年後だけあって様子がまるで違う。なあ、妙じゃないか。さっきまであんなに暑かったのに、今はやけに涼しいぜ。それに見ろよ、ここには砂粒どころか塵一つ落ちてない。まるでここだけ世界から切り離されてるみたいだね。誰か来るぞ。ちょうど礼拝が終わったようだな。今がチャンスだ。奴らが戻ってこないうちにとっとと忍び込もうぜ。さあ、見つからないうちに急いでレンズを探すよ。やれやれ、未来まで来て泥棒の真似事か。嫌なら探さなくていいぞ。お前だけこの時代に置いていくがな。わかったよ、探せばいいんだろ。探せば。さあ、とっととレンズを探して。こんな時代とはおさらばだ。こんな時代で悪かったね。こいつから逃げられるのが一番嬉しいかもね。なんだって。二人とも黙れ、見つかってしまうだろうが。神官たちがいつ戻ってくるかわからない。急いでレンズを探すんだ。よっしゃ。貴様ら、そこで何をしている？うわ、しまった。もう戻ってきちまいやがった。神の御前を汚そうとする不埒者め、覚悟しろ。よし、行くぜ。ハッハッハッ、クルーショーだ。行くぞ。すげえや、ラグナ遺跡で見たやつと同じくらいが大きいや。どう、これでなんとかなりそう？ええ、それよりもいるのでしょ。答えてフォルトナ。
来ましたね、我が聖女よ。なんだこいつ。リアラ、確かフォルトゥナって言ってたよね。それじゃ、これがフォルトゥナだ。現存する神、本物なのか。本物の神様。ここに来た理由は分かっています。私の力であなたの願いを叶えましょう。ですが、その前に一つ聞いておかなければなりません。はい。エルレインはすでに己がすべきことを見定めています。そしてそのために動き、多くの人々の信頼を得ています。それはそうかもしれません。でも、分かっています。あなたがエルレインとは異なる道を歩んでいるということは、二人の聖女、二つの道、それはあなたとエルレインに私が与えた運命です。ですが、道は違えど思いは同じのはず。リアラ、私たちの目的、夢忘れぬように。はい。待てよリアラ。二人の聖女だの、人々を導けだの、一体何のこと。それは、二人の聖女は私の代理者、人々を救いへと導く存在です。神の代理。人々の救いを求める思いが私を、そして二人の聖女を生み出したのです。一人はエルレイン、そしてもう一人はそこにいるリアラ。二人は違う道を歩み、それぞれ人々の救いの姿を探し求める旅に出たのです。じゃあよ、エルレインがやろうとしていることは人々を救うってことなのか。そんな嘘だ。だってあいつはウッドローさんをバルバトスに襲わせたり、レンズを奪ったりしてたじゃないか。エルレインは結果としてそれが人々の救いにつながると思ったのでしょう。そんなの間違ってる。だって現にウッドローさんは傷ついてるじゃないか。間違っている。なぜそう思うのですか。アイグレッテを見たのでしょう。人々は安全で快適な街の中で幸福に暮らしています。確かに、何も知らなければあれでも幸福かもしれないね。けどさ、親から子を奪うのが幸福だってのかい。生きてるって実感をなくしちまってるのに、本当に幸福なのかい。そうだ、やっぱり間違ってる。エルレインもフォルトナもおかしいよ。リアラだってそう思うだろう。言ってやれよ、あんなのは全然幸せじゃないって。どうしちゃったんだよリアラ。なんで黙ってるんだよ。私だって、私だってエルレインは間違ってると思うわ。でもエルレインには力がある。あの人のおかげで幸せだと感じている人たちもいる。けど私には何の力もない。英雄だっていない。誰一人幸せにしていないし、どうやれば幸せにできるのかもわからないもの。そんなことない。だってリアラはすごい力を。やめて。何もわからないくせに無責任なこと言わないでよ。わからないって、俺は。あなたには何もわからないわ。使命を追うことの重さも、本当の力がどんなものかも。そんなことない。わからないわ。だってカイルは
聖女でも英雄でもないじゃない！フォルトナ、私たちを10年前の時代に送っていいでしょう。お行きなさい、私の聖女よ。あなたに幸運があらんこと。すべてが終わった後、また会いましょう、リアナ。ここはハイデルベルグか。そのようだな。どうやら戻ってきたらしい、僕たちの時代に。やれやれだぜ。まったく大変だったな、カエル。まあともかくだ、無事10年前に戻ってきたんだ。それはめでたいことだよな。あんたね、もうちょっと空気ってもの読みなさいよ。うるせえ、お前用が済んだんならとっとと帰って。ってちょっと待て、どうしてお前ここにいるんだ。どうしても何も、光に巻き込まれて気づいたらここにいたんだからさ。ごめんなさいナナリ、今すぐにあなただけ未来に。ストップ、私もあんたたちについていくことにするよ。なんだって？エルレインは勝手に歴史を変えて自分の都合のいいようにしようとしているんだろう。なら私はそれを止めてみせる。あいつの好き勝手にはさせないよ。だがそれは結局歴史を変えるということになるぞ。それにだ、この時代の人間ではないお前がここにいるだけで歴史は変わってしまっているんだ。それを言うなら、私たちの時代にあんたたちがいたのもまずいんじゃないのかい？そりゃまあそうだな。ならお互い様ってことだね。今さら言ったって始まらないよ。というわけで私はあんたたちについていくよ。もう決めたからね。どうするカイル、お前が決めろ。わかった、ナナリーがそう言うなら俺はいいよ。じゃあ決まり。まったくうるさいのがついてきしまったぜ。参ったな、なんでこいつだよ。やだ。なんか言ったかい、ロニー。ともかくだ、まずはウッドローに会いに行くことにするぞ。あの後ハイデルベルグ城がどうなったのかを見ないことにはな。ここが10年前の世界ね。なんかさ、あまり変わり映えしないね。10年やそこらでそんなに変わるわけねえだろって言いたいところだが、実際は結構変わってたしな。時間があれば旅の一つもしてみたいんだけどね。まあそういうわけにもいかないか。残念だがその通りだ。ウッドローのことも気になる、急ぐぞ。結局ウッドローさんが倒れたところで未来に飛ばされちまったからな。容体もだが、エルレインの動向も気になるところだな。ウッドローさんに会いにハイデルベルグ城へ行こう。大丈夫ですか、ウッドローさん。カイルさん、安心してください。応急手当てはすでに済ませてあります。先ほど医者を呼びましたのですぐに来るかと。あんたたちは何ともないのか。あのエルレインとやり合ったんだ、無傷じゃ済まないはずだが。それがエルレインは何もせずに帰っていきました。なんだって。ジューダス。王が倒れれば民衆は混乱し、神壇の連中がつけ入る隙もできる。今回はその絶好の機会だった。だがそれをしなかった。なぜエルレインはウッドローにとどめを刺さなかったんだ。エルレインの力なら不可能ではないはずなのに。陛下。ウッドローさん。陛下、お知らせください。レンズは無事か。あれを奪われることだけは。
安心ください。陛下、エルレインは何もせずに逃げ帰っていきました。レンズのある場所へは誰も近づけてはおりません。だがウッドローさん、俺たちが今すぐ見てきます。エルレインが何の目的もなく行動するとは思えないわ。その目的がウッドローの命でないとすると、やはり考えるより先にレンズが無事かどうか確認しようよ。話は後だ。とにかく今はレンズがちゃんとあることを確認して、ウッドローさんを安心させてやろうぜ。そんな、レンズなんて影も形もねえじゃねえか。ウッドローへの襲撃は劣り、連中の本当の目的はレンズだったんだ。でもあれだけのレンズを一体どうやって。エルレインの力なら物質転送ぐらいわけないわ。人間すら未来に遅れるんですもの。でもあんなに大量のレンズを一体何に使うつもりなの。ナナリ、ウォルトナ神が降臨したのは10年前だと言っていたな。ああそのはずだけど、それがどうかしたのかい。もしかして。カイルさん、どうかされました。そんなレンズがない。急いで全兵士に伝えろ。城の中をしらみつぶしに調べると。はい。レンズがなくなってる。ともかくウッドローさんに報告だ。その様子ではやはり。はい。なんて様だ。侵入を許し、挙句にレンズまで。ウッドローさん、俺たちがなんとか。君の申し出は分かっている。すまんが、明日話がしたい。今日は城にお泊まりください。その方が陛下も安心されますし。わかりました。ややこしい話は置いといて、とりあえず休ませてもらおうよ。どの道明日にならないとどう動けばいいかもわからないんだろう。まあそうだな。休めるうちに休んでおいた方がいいだろう。ったく、後先考えずに行動しやがって。ナナリ、お前どうやって元の世界に帰るつもりだ。ごちゃごちゃうるさいね。今はレンズを取り返すのが先決だろ。後のことは後で考えればいいんだよ。はぁ、後先考えねえ奴がまた一人増えちまったぜ。今日はハイデルベルグ城に泊めてもらおう。とりあえず用意してもらった部屋に行こう。時間旅行から帰ってみりゃレンズはなし。よくもまあこう難問ばかり続くもんだ。波乱万丈とはこのことだな。リアラと出会ってからこっち退屈する暇もありゃしない。見て、何しやがんだこのバカ。ちょっとは考えてものいいな。あ、いや違うんだよ。リアラが来たから迷惑してるとかそういうんじゃなくて、退屈しなくていいよなってのが言いたくて。なあカイル。え、何。ごめん、聞いてなかった。休もう。もう今日はすることもないしな。姿が見えないと思ったらこんなところにいたんだね。ナナリ、おせっかいかなとは思ったんだけど、ちょっと気になったもんだからさ。なんで悩んでたか当ててみよっか。一つはエルレインが神様を降臨させようとしていること。もう一つはカイルのこと。すっごく傷つけたなって思ってる。
れ。二つ同時に考えてるから頭の中ごちゃごちゃになっちゃってる。違う？当たり。まあエルレインの方は止めればいいだけの話だから置いておくとして、問題はカイルのことだね。後悔してる？してる。と思う。これで終わっちゃったんだと思うと、ちょっと、すごく辛い。終わっちゃった？何が？だから、私とカイル、あんなにひどいこと言っちゃったんだもの。私もね、ルーと喧嘩したことがあるよ。もう何回もね。本気で怒鳴って、怒って、手が出る時だってあった。弟さんと？だって、すごく仲が良かったって。仲がいいから喧嘩するんじゃないか。どうでもいいやつと喧嘩なんかしないだろ？自分を分かってほしい。間違いに気づいてほしい。もっともっと分かり合いたい。そんな風に本気で相手のこと思ってないと喧嘩なんかしないし、できないだろ？うん。だから納得できないことがあったらどうしても譲れないんだ。なんせこっちも向こうも本気だからね。そしたら喧嘩するしかないのさ。お互いの本音ぶつけ合ってさ、怒鳴って怒って泣いて、それでやっとお互いのことがわかるんだよ。喧嘩って痛いし辛いけどさ、それを乗り越えて初めて本当に仲良くなれるし、幸せにもなれるんだ。あんたたちは初めて本音をぶつけ合って初めて喧嘩をした。だからこれでやっとスタート。終わりなんかじゃないんだよ。ナナリーは幸せになれた？当たり前じゃないか。じゃなきゃこんな話できないよ。私さ、あんまりいい姉ちゃんじゃなかったかもしれないけどさ、ルーのこと一番分かってやれたって自信だけはある。それは何度も本気で喧嘩したからそう思えるのさ。だからあんたたちもこれからさ、安心しな。これからなんてあるのかな？当たり前じゃないか。何言ってんだい。なんか真面目なこと言ったら疲れちゃったよ。私はもう寝るね。あんたも早いとこ休みな。こっちじゃ昼前だけど、私たちはホープタウンを出発してからずっと起きてるんだからさ。それじゃあお休み、リアラ。これからなんてあるわけない。もう朝か。ついさっき寝たと思ったんだが。よう、ナナリ。なんだ、リアラは一緒じゃないのか？いなくなっちまった。何？カイル、起きなよカイル。ああ、おはよう。ほら、ボケっとしてない。急いで起きな。おい、一体どうしたんだよ。あの子が、リアラがいないんだよ。私が起きたらもういなかったんだよ。ずっと探してたんだけど。おい、落ち着けよ。どっか散歩に行ってるだけかもしれないだろう。違うんだよ、そうじゃなくて。なあ、もうとにかくウッドローさんのところに行くよ。何があったの？リアラがいないってどういうこと？落ち着けカイル。先にウッドローさんのところに行ってるだけかもしれねえだろう。とにかく謁見の間に行ってみようぜ。すまないな、わざわざ来てもらって。例のレンズの件だが。あの、その前にリアラを見かけませんでしたか？リアラ君を？いや、私は見かけていないが。
来てない？じゃああの子は一体どこに？あの、そのことでお役に立つかどうか分かりませんが、お話ししたいことがあるのですが、昨晩私は正門の警備をしていたのですが、日も昇らぬうちに城を出ていく者がおり、不審に思って声をかけました。それがリアラさんだったのですが、彼女は行かなければとつぶやくと光に包まれて消えてしまいました。幻を見たのかと思い報告しなかったのですが。そんな、リアラ一体どこに行っちゃったんだ？アイグレッテだろう。エルレインを止めるために単身乗り込んだんだ。無謀すぎるぜ。周り中敵だらけじゃねえか。カイル、早いとこ助けに行かないと。おいカイル、早くしないとヤバいんだぞ。待て、怖いのだろう。え、また拒絶され、傷つくのが怖いのだろう。僕も同じだった。傷つくのを恐れ立ち止まってしまった。そして友や愛する人を失った。最後に僕に残されたのは自らを隠す仮面だけだった。お前がどんな結果を選ぼうと僕にはどうこう言える義理はない。だが忠告ならできる。恐れるな、帰る。その先にこそお前の求めるものがある。ジューダス。へっ、珍しいな、こいつと意見が合うなんてよ。どうしたんだよカエル、うじうじ悩むなんてお前らしくないぜ。考えることはねえんだ、大切なのはお前の気持ち、それだけだ。俺はもう必要とされてないかもしれない。英雄じゃない俺はリアラにとってどうでもいい存在かもしれない。でもそれでも、それでも俺はリアラを助けたいんだ。だからみんな行こうぜカエル、こうなりゃとことん付き合ってやるよ。私もここまで来て仲間外れはごめんだよ。僕の方に断る理由はない。あとはお前次第だ、カイル。よし、行こうみんな、アイグレッテ。行ってリアラを助ける。そしてエルレインからレンズを取り返す。待ちたまえカイル君。これはハイデルベルグとアタモニ診断官に起きた政治的な問題だ。武力をもってことに当たれば衝突は避けられん。場合によっては戦争も起こる。カイル君、君はスタンのような英雄になりたいと言ったね。英雄とは多くの人を救うものだ。君の取ろうとしている行動はそれとは正反対だとは思わないかね。確かにそうだけどよ。カイル、どうするんだい？ウッドローさん、それ違うと思います。人一人、自分の大事な人も守れない奴が英雄になんかなれっこないです。だから俺は行きます。行ってリアラを助けます。どうしても行くというのか？すまないカイル君、君を試すような真似をしてしまった。ウッドローさん、これを持って行きたまえ。これは？この書状を持つ者、我の勅命によりレンズ奪還の任に当たる者なり、任に当たる際に対し発生するあらゆる制約を我の名のもとに排除することを認める。ファンダリア国王ウッドロー・ケルヴィン、こりゃ勅命状じゃねえか。君の思うようにしたまえ、後のことは私が何とかする。ウッドローさん、それじゃあ。行きたまえカイル君、他の誰でもない彼女の英雄となるために。はい。一体彼に何が起きたのだ？昨日とはまるで別人じゃないか。まるで
旅をして一回り大きくなった息子を見ているようだ。息子か。もう彼のことをスタンの息子とは呼べんな。彼はすでにカイル・デュナミスという一人の男なのだから。リアラ、どうしてたった一人で。あの子言ってたんだ、これで終わっちゃったんだって。もう誰にも頼れないって思い込んで。それで一人で決着つけに行ったってわけか。クソ、待ってろよリアラ、今すぐ助けに行くからな。